企業ニュース担当の萌子です。こんにちは。皆様、新年のひととき、お正月をいかがお過ごしでしょうか。アルバイトの方もおられると思います。ご家族でお過ごしの方もいるでしょう。一般企業ではこの年末年始、人手不足や働き方改革で休業や営業時間の短縮をする店舗や外食チェーンなどが増えているようです。ファミリーレストランのロイヤルホストは約9割の203店舗で休業、定食チェーンの大戸屋は57の店舗で大晦日と元日の2日間休業します。スカイラークホールディングスは31日午後からは約8割の2700店舗で営業時間を短縮し、ラーメンチェーンの幸楽苑は午後から約400店舗で休業します。外食チェーンは働き方改革を進めることで従業員の満足度を高めてお客様へのサービス向上につなげるという動きが相次いでいます。またコンビニエンスストアでも休業の実験が行われるなど、年中無休を前提としたビジネスモデルが今転換期を迎えています。24時間働けますかの日本社会にも新しい雇用と生き方が生まれてきそうですね。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。萌子でした。